幸せにしてくださいね。これがマリの新しいドレチュレチュか？王様、じっくり見てくださいね。隠した卵は見つかりましたか？イースターバニーは生命の象徴である卵を運んでくるという言い伝えがあるそうです。よろしければ黒騎士様も一ついかがでしょうか。生まれてくるもの全部あげるよ。パパちゃん、この赤い卵は神様が血と肉をみんなに与えたこと、喜ぶためのものなんだって。私の卵もパパちゃんに食べてほしいな。復活と繁栄の儀式をするのである。我が輩はもう黒騎士の妻であるから、イースターに参加するのも自由なのだ。というわけで、子供たちにイースターエッグを配りに行くのである。ぴょんぴょん、うさぎさんですよ。イースターの復活祭のお話を聞いて、ラーちゃんと一緒に厳しい特訓をしてきたんです。おじさま、私にウサギさんをやらせてください。